選挙特番での石丸伸二氏とのやりとりが話題になった元乃木坂46山崎玲奈、生放送のテレビが一番怖い、理由は、アイドルグループ、乃木坂46現メンバーでタレントの山崎玲奈が17日深夜、ラジオ番組、東京スピークイージー、東京 FM に出演。前広島県安芸高田市長石丸伸二氏との共演を振り返った。選挙特番で一周東京都知事選挙で次点と躍進した石丸氏。7月の選挙特番生放送では、スタジオの質問者を嘲笑し、何という愚問ですか、そのメディアも同じ質問するんですか、などと話す様子が話題に。山崎に対しても、前提の下りが全く正しくないと一周。その後、山崎は X で、ああ怖かった、でも楽しかった、いろいろ若くてすみません。今後とも精進しますので多めに見てもらえますと幸いです。見聞ママ、と投稿していた。山崎、生放送のテレビが一番怖い、今回のゲストの脚本家、三谷幸喜氏とのトークでは、バラエティ番組に出演している芸能人は元が出ている、という話に。そのため三谷氏はキャスティングの参考にすることもあるという。山崎は、ラジオも嘘つけないけど、テレビはもっと嘘つけない。表情出てるし、生放送のテレビが一番怖いですよねとコメント。ここから選挙特番の話題になり、三谷氏は、あれは、顔に、出てましたねと山崎をいじる。顔、ご反省、嫌だった、顔に相当出てましたねと認めた山崎。当局のラジオ、山崎玲奈の誰かに話したかったこと、ではパーソナリティを務めており、ラジオって顔が映らない。ラジオは今でもやってて、すごい表情豊かなんですよ。見られてないって油断してるからと明かす。その上でその調子でテレビ出ちゃうと怖いですね。ワイプの中の顔がすごい表情出てて嫌だったと反省した。Déjame soñar contigo, déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.